さあ、今日はですね、ちょっと私が普段、実際使っているキッチンの、道具を、紹介したいと思います。ちょっと前にですね、イモトのコーヒーを、販売した時に、記念にですね、インスタライブをやったんですけど、その時に後ろに映ってるあれは何ですかとか、塩を入れているその木箱は何ですかみたいなコメントが、ありまして、ちょっと今日は、答えていこうかななんていう、動画にしたいと思います。まずですね、やっぱりね、ご飯といえばね、この炊飯器ですね。私基本的に、白米は土鍋で炊いているんですけれども、ちょっと健康のことを考えて、酵素玄米っていうのも数年前から始めておりまして、その酵素玄米を炊く、これも画期的な超便利な炊飯器があるんです。それがですね、こちらなんですけども、圧力名人というもので、今ちょうど炊いて、保温中なんですけども、ちょっと中開けてみましょうか。でね、ちょっと小豆というシールが、これ必ず私が忘れちゃうんで書いてあるんですけど、こんな感じで、こうね、玄米となんかこう小豆とかそういうものを一緒に入れて、炊き込んだものですね。でこれやっぱりいわゆる浸水時間みたいなものがとっても大事らしくて、だいたいいつも6時間ぐらい浸水させてから炊いてるっぽいですね。結構プシューっつってものすごい勢いの湯気がいつも出てきますね。なんで発芽玄米をやるときには、わりかしもう昼ぐらいにはもう炊飯器にセッティングをして、でその日の夜に食べるのがちょうどいいぐらいの、そんな感じの時間設定ですね。で、白いご飯を食べるときはこちらですね。これ永谷園さんの土鍋ですね。私が大好きな奥平ベースさんも使っている、それを動画で見てね、いいなと思ってね、同じものを買いました。2合炊きでございます。ちょっとじゃあ物を見せましょうか。こういう美しいフォルムになっておりますね。で開けると、これ結構重たいんですけど、蓋が二重になっていて、こういう感じ。いつもこれで炊くともうめちゃくちゃうまいですね。うまいです。そしてですね、そのご飯を、保管しているものなんですけども、これも、めちゃくちゃいいです。以前おすすめのゴミ箱を紹介するっつって、おバケツさんのゴミ箱を紹介させてもらったと思うんですけども、それがこちらですね。これはもうまだまだ現役で使っている、これがおバケツさんのゴミ箱なんですけども、そのおバケツさんからそのお米を保管しておく、こういうものも出ていて、一応その米必要みたいな風にはなっております。だいたいこれ5キロぐらいのお米が入るんですけど、これもまだかっこいいんだよね。こんな感じので、開けると、そう、こんな感じで、お米が入っていると。ここからこう取ってこうやるんですけども、そう、基本的にはなんかちょっと蓋が違うのかな、ゴミ箱とは。こうちょっと空気の穴が入ってるというか、だからこれもこういうふうにバケツと一緒でここに立てかけれたりね。そう、あんまりこの機能は使ってないんですけど、そうそうそう。でこの取っ手があって、こう可愛いですよね。これ持ってこうやっていくっていう。さあ、そんな感じでね、お米を炊くグッズというか、お米を保存するものとお米を炊くものが以上の3つになりますね。あと、意外にいろんなコメントが多かったのが、私が塩か何かをフライパンに入れるときに入れてた木のケースなんですけど、この丸いね、この木の、でしかも中にこうちょっとこのスプーンをピタッとこうフィットしているこの箱なんですけど、この中に実は塩を入れてるっていう。お塩入れで合ってるかどうかがわからないんですけど、これはですね、ザラホームさんというところで、おしゃれだなと思って買ったんですけど、ほら見て、こう蓋もね、スライドしてこう開くわけ。おしゃれだなと思って買ってみたんですよ。で、いいのが、スプーンもピタッとついているので、もうこれですぐ、大さじ小さじももう大体なんでね、もう目分量でこうやって使って入れています。この中に入ってる塩っていうのが、平安の塩っていう、これも奥平ベースさんに教えてもらったんですけど、これめちゃくちゃうまいです。甘いのよ、塩なんだけど。
そう、とってもミネラル豊富なお塩だそうです。ちょっとねサク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 どんどん進んでいっておりますけれども、あとねこれもね、これもいいよ、これもいいよ、このね南部鉄器のこの、はい、急須っていうのかな、お湯を沸かすやつですね。これはエッグっていうもので、かわいいでしょう形が。そう、ずっとね南部鉄器に憧れていて、なんかこれで沸かしたお湯はなんかこの周りのもう鉄分とかももう直で入ってるからいいらしいんですよ。で確かに普通のこれ電気ポットで沸かしたお湯より、なんかこれで沸かした水の方がなんか甘みがあるような気がします。これはね、そう見てるだけでちょっと心がほっこりするね。そしてですね、あとねもう一個ちょっとね超絶おすすめなものがあるんですよ。コラムとかにも以前書いたんですけど、タンブラーを紹介させてもらっていいですか。ちょっとコーヒールーティーンでも少し出てきたんですけど、こちらの、ストークっていう、まあ、タンブラーですよね。これ何がすごいかって、こういうタンブラーって、まあ、蓋がこうあるんですけど、実際ちょっとお湯を入れてちょっと見てもらおうかな。お湯をまあ入れますね、まあ、コーヒーとかでも何でもいいんですけど、で、蓋を閉めます、まあ、これはしっかり閉めるっていうね、はい、でこっからなんですけど、これをですね思いっきり逆さまにしたとて、振ったとて漏れないんですよ。すごくないですか。振ったとてですね、振ったとて漏れないっていう、すごくない、このタイプでこんなに漏れないものって。これめちゃくちゃいいです。このままもうカバンに入れたとて、パソコンとかが入ってるカバンに入れても大丈夫っていうね、この完全止水っていうのがすごいんですね。あとは中のここがセラミックになっていて、なんかいわゆる普通はこう金属だったりもするんですけど、そこがこうセラミックなので、飲んだ時のその口当たりがねとってもいいんですよね。本当に家のコップで飲んでるかのような、そうお出かけ先でも家でこうほっこりしてる気分になるような、そうそんなタンブラーでございます。もうだいぶ使っておりまして、なおかつうちのまあ息子の九太郎くんがですねこれ大好きで、持って落としちゃったりもするんで、ここの蓋の効果取れちゃったりもして、ちょっと今どうしようかなと思ってるんですけども、でもなんとかまだギリ完全止水でいけておりますんで、これは使いたいと思います。これはいいですね。そう、とっても買ってよかったものだと思います。ということでちょっとねまだまだキッチン道具はあるんですけども、ちょっとまたそれはまた次回にしましょうかね。ちょっともう本当にほぼ毎日私が使っているもう必需品ですね、キッチンの必需品を今日は紹介させてもらいました。